2問目はこちらです。おすすめなのでぜひ買って。いや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 、これは怪しいもん。私、はい、今回 AI ノベリストなるものを使ってですね、皆様のブロマガの一部をそこにぶち込み、新たな文章を生成してまいりました。最新技術あれ読み込ませて、うん、新しい文章を生成して、そう、癖残ってるからその残りがで誰か判定せる、そういうことでございます。あ、これ1問目ちゃうんか、うん、いやこれの1問目やろこれ、うん、いや、まあ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 、皆さん、あの、簡単ですかこれ。めっちゃ簡単よ。簡単ですね。わかんねえなこれ。なるほど。あ、なるほどなるほど。まあ、私がこれを2問目にしてるっていうところもね、一つ味噌でございますので。え、そう、引っかかんか。え、じゃあ引っかかかこれ。引っかかりこれ出てくるのでも。嘘、逆に言うと俺。え、ちょっと待って。誰？え、これひねくれた方がええんかな。いや、ひねくれた方がええな。いや、でもちょっと待ってくれ。天気の話出る。うわ、これは確かに。いや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 。でこの文章バイバイって言ってるのになんで話続けてるの。いや、そうですね。いや、そこはノベリストサンサイドのあれやから。冒頭見たら挨拶続いてきたけど。え、誰や、ちょっと待てよ。え、これほんまに違う。いや、俺はちょっともうこれやな。もちろん僕の言ったことを妄言やと思うんでしたらね、あの、もうそう思っていただいてももちろん大丈夫でございますし。いや、確かにその発言があるともう一人候補が浮かんでくんで、ね、ああ、なるほど。これでも回してたらボコボコにしよう、マジうつせえし。あの、僕がなんでこれ2問目に出したかっていうところですよね。そう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 。あの、正解ロボロ、はぁみたいな。ちょっと家中の鍵閉めてくるわ、俺。では、今回はちょっと逆にしてロボロさんからいきましょうか。おおあー、じゃあ、まず顔文字、そしてカッコ内の字語り。これは俺だと思ったんですけど、一個だけ違和感があるのは、あの、僕はっていう言葉を使ってるんです。ほう、うん、はいはいはい、そう、僕自分のことブロマガでは絶対ロボロっていうようにしてるんですね。あ、うん、はいはい、理由としては主語がすげえ分かりやすいようにってことで、はいはい、あの、やってるんで、うん、僕って使うの誰かなって考えたら俺ゾムじゃないかなと思って。おや、あー、なるほど、ね、あー、なるほど、なるほど。そうで、ゾムって顔文字も使うっちゃ使うんすよ。あ、昔使ってたんで。あ、そっか、昔なんすか、はい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 、これ、うん、なるほど、ね、ありそう、ありそうやな。例えばじゃあトントさんもお願いします。はい、僕は確かにちょっとね、ロボさんのね、あの、読みも納得なんですけど、ちょっと僕は違う考え方でこっちですね。あ、マンション。おお、はい、確かに単純に、まあ、あるわこれおすすめしてるという点と、うん、ある、あと、その、まあ、一人称はちょっとあんま気にしなかったんですけど、あと、うん、このカッコ宣伝みたいな、このイニシエのこの、はいはいはい、あの、ネラーのような文章のこの付き方、はい、これはもしかしてまあ、あの、大先生とか私とかオスマンのようなイニシエからネットに生きてたような人間の文章ではないかと。はいはいはい、その下の文章もちょっと、まあ、これオスマンさんが言ってても差し当たりないじゃないかなと、うん、というところでこのオスマン先輩をチョイスさせていただきました、ね、なるほど、はい、うん、じゃあチーノさん行きましょうか。俺っすね、はい、僕はもうもちろんこの方になりましたね。もちろん、もちろん、いや、まあ、雨あ元気ね、元気、やっぱ天気といえばね、天気で俺話されてるんで、なんなんこれ、うん、で、なんかコインランドリーの話とかもよくされてたりしたんで、はい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 、結構読んでんねお前。はい、で、どうもどうもバイバイっつって多分コインランドリー今から行かれるんかなと。俺、いや、でもそんな軽妙に言ったことないけどな。どうもどうもバイバイはちょっとエミールないんちゃうか。いや、バイバイ聞いたことないな。まあ、確かに天気はかなり濃い要素やけど、確かに。じゃあゾムさん行きましょうか。はい、いや、私はね、うん、ちょっとみんなと意見が違いまして、お、ね、いいぞ。あー、なるほど、あー、理想やな。わかる。これ何個か理由あるんですけど、ほうほうほう、一番最大の理由が、うん、またお会いしましょう、バイバイっていうのがシャオロだけなんですよ。あー、うちの子供がバイバイっていう単語を使うのが、確かに確かに、
それもあるな。で、あとなんか彼たまになんか宣伝文句みたいな言ってること多かったかなっていう。そこからシャオロンっていう。いやいいですね。いい読みですね。これも。小西さん行きましょうか。いやこれね、また皆さんと僕も意見違うんですよ。何？俺ね、これはね、俺なんじゃないかなと思ってる。いかけに来てしまう。いや、というのも、あのね、例えば1文目のおすすめならぜひ買ってみてくださいねっていうとこ。まあ、カッコ線では入れないけど、俺ね、例えばおすすめだからぜひ見てみてくださいとか買ってみてくださいってよく言ってるんですよ、結構。あ、なるほど。で、かつ、あの、僕は元気ですよ。はい。俺結構使いますこれ。僕は何々ですけど、僕は何々ですよ。はい。僕は何々なんですよね。元気ですよ。はい。これ島見確かにある。ここね、前手が分担な分担なんですよ。雨ばっか降ってるけど元気ですから気遣いするお前。しない。しない。でもそこは僕のあの文体を読み取って AI ノベリストが勝手にやってるだけに過ぎないと。なるほど。思ってるんで。だからちょっと文体が僕の残りがするなっていうところでちょっとさあ僕にさせていただきましょう。内容よりもね文体やからな。そうそう。ラーニング歌手でいればコネミールの可能性もありますもんね。コネミール。ああコネミールな。なるほどね。AI ミールの真似したコネシマノブロマン。ああそう。私のパクブロマンね。ではじゃあ最後となりましたがエミールさんお願いします。はい、あの私はあのーうん、そうですね、今までできた人と一部一緒で、うん、オスマンさんのおしまい。おい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 、お前エミル俺と同じ意見か。いや、正直あの梅雨ってところで私もちょっと私って書こうとしたんですけども、少なくとも顔文字は一回も使ったことがないと。なるほど。で、あのバイバイは一回見たことがないと。なんか、マンちゃんのことバカにしてるね、エミルさん。で、あの、僕は元気ですよっていうふうに言い方もあまりしないし、なんだったら、はいってもあまり書かないと。言ってるけど、書かない。エミルらしさは確かにないかもしれませんね。そう。で、それで近いのはと思ったら、オスマンさん、そういえばこんなあの感じの、軽妙な語り口やったなと思って。軽妙なね。なので、オスマンさんかなっていうふうに思いました。丸。私のブロマガは重厚な作りになって。重厚いや、そこまで言ってない。軽妙じゃないと。言ってない。あの、いや、軽妙者脱なね。そういう書き方。なるほどね。そう。いや、割れたね、随分。割れたね。割れた。いや、楽しみしてんのが俺とエミさんのオスマンだけか。意外なとこが被ったね、なんならね。割と全員なんか分かるねんな。ああ、うるせえね。いや、ここまでばらけた誰かおるやろ、正解。いや、これはもうさすがに一人ぐらい正解おるやろ。なんと、小西さん、正解はその通り、います。おお、やっぱな、今、ヒッって言われたらな。待って、今、ヒッって言った時点で俺とエミールもないんちゃう？待って待って待って、言い間違いの可能性がある。俺も思ったけど。何を言ってるんですか？正解を書いた人を言います。ああ、はい。ちなみにチーノさん誰やと思います正解。ロボロさんが書いた人。ロボロさんが書いた人。つまりロボロが正解したのではと。はい。さすがですね、チーノさん。正解はなんとですね、ゾマさんの回答が正解です。シャオロンシャオロンかいや、でもシャオロン説は分かるわ。やっぱバイバイか。バイバイ言うのがシャオロン説のめっちゃ納得できるわ。なるほど。シャオロン説あるな。いやでもこれ誰が来ても納得したけどな。でちなみにこれは古い文章なんですか、新しめの文章なんですか。めっちゃ新しいですね。これ6月18日のシャオロンのブログです。めっちゃ最近。めっちゃ新しいやん。ちなみに元文章こちら。どうも皆さん、腰痛シャオロンです。見たわこれ。俺これパクリブロマガで書いてんじゃん。見たわ。だからこの何やお前、弟からプレゼントでもらったこれをなんかおすすめですけどって言うてるんでしょうね。俺これリップレスと見間違えてすげえももらってなって。